言に呼応して妖魔が各地を襲撃していた。英雄たちは討伐軍を組織して対抗したが、妖魔の勢いは劣る。そんな中、討伐軍の連士のもとに味方が襲われているとの報が届く。その時、かつて自分が経験した魔人による惨禍を妖魔との戦いに重ねる女戦士レイチェル。そしてこれ以上妖魔の好きにはさせない、思いを一つにした三人が、平和を取り戻したいだけなの。そのためには戦う。妖魔を全て潰せば戦いは終わる。だったら迷っている暇はない。今の私たちには生き残ることが第一です。あなたには、でも私たちが戦うことで守れる人がいる。そう思うから戦わなければ味方の苦しみは終わらない。それでもよかったらここに残り。いいえ、私も戦います。待ってください。砦を守らずに何出るのですか。
南軍は大丈夫でしょう。南軍は陥落寸前と聞いておった。敵に相当な猛者が現れたということか。ならばそれもよい。強き者ならば我が傀儡とするまで。としたかったが、今日のところは引き下がろうぞ。場所を越えて出会った私たちがなすべきことです。ほな勝利の前回してもらいます。いろんな思いを束ねることで強くなれる。私たちがこの地で出会ったのは人の力を一つにするためなのだと。私はただ魔人を、この世界ではあの妖魔を潰すために戦ってきた。戦うことでいずれこの闇夜が明ける。あなたの言う平和もきっと皆が戦いの終わりを求めて、そのためにそう信じるからこそ強大な妖者にも立ち向かえるのです。さあ戻りましょう。私たちの力を